こんにちは、速稼塾の久保です。オリンピックのですね、会長森喜朗さん、辞任されるそうですね。はい。でも結構タイミング良かったんじゃないかなと思うんですよ。というのはですね、これによってですね、東京五輪が行われなかった、中止になるという、その汚名を上手に森さんはかわすことができたんですよね。そして、あ、わしがあのままやっとけば東京五輪は実現したのにというふうに、なんか逆にですね、ご自身の名声と地位を高めるためにこれ利用できるんじゃないかなと思うんですよ。なかなかナイスタイミングなのかなと思いますよね。で、この会長交代によって後任の方がまあ決まったというかね、見込みが決まっているそうなんですけども、この人に全て責任を押し付けて、はい、ダメになりましたね、俺がやっておけばよかったでしょみたいなね、こんな語り草ができちゃうんじゃないかなと思って考えちゃいましたね。どうなっちゃうんでしょうか。それでは